千葉雄大のラジオプレイ皆さんこんばんは千葉雄大です今日も始まりました千葉雄大のラジオプレイ、えー、6月に入りましてですねあ,あっという間に一年の半分を 次、ようとしております。なんか <laughs>、暑い日も増えて、夏が近づいてきているなという感じですよね。いや、これ結構驚愕ですね。なんかさ、でもあんま嫌なんですよ。なんかこう。年々早くなる気がするっていうのまあ、でもびっくりしますね。ちょっとこ毎週思いますよね。こ、うん。こ,<れ>この間、インフルエンザで寝込んでた、年末年始を過ごした。もう六月かという感じです。<laughs> 私的には、ね。本当にあっという間。あっという間ですね。はいえー そんな中です、ね、ありますけれども今日は今日もこちらのコーナーからスタートしたいと思います。G G ニュース。G G の G G は G G ネタの G G ということで僕にまつわるニュースから世間の G G ネタまでいろんなことについてフリートークするコーナーです。えー、今回 G G ニュースなんですけれどもまず皆さんにお知らせしたい G G がありましてですね、えー、昨日あのー、発表にはなっているんですけれどもあのー、この千葉大 オフィシャルファンクラブがですね、えー、この6月で2年を迎えましてそれに際しましてですねあのー、生配信なんていうんですかこれは生配信イベントって言っていいんですかね生配信ラジオを実施したいと思います、はいえー、こちらはですね千葉雄大オフィシャルファンクラブの会員様限定でございます日時は6月9日金曜の20時頃からであります、えー、詳細はファンクラブサイトをご覧いただきたいんですけれども こちらのねあのー、生配信で何やら新しい皆さんにお知らせがあると思うのであららなんか楽しみにしていただけたらいいなと思いますし、うん、その発表で喜んでいただけたらなと思っております最近なんか最近あんま会ってないですよねそんなことないか <laughs> なんかあまあ一区切りねうん。あありましてそうですね、まあ、個人的には,はいはい そうですだっけね。一、うん、週間ぶりぐらいですか。なんかお久しぶりです。えー、お久しぶりです。<laughs> <間>不思議だよね。一週間も経ってないね。多分五日ぐらい,だ,、ねい,というん、だと思いますけど、うん。なんか久々に感じてしまったんですけれども、最近の私のディジネートとしては、はい、私はあのワンちゃん、はい、あの飼っておりまして、ね、はい、あのもう二年以上経つんですけども、だいぶ でででも水面下ねねずっっと寝かしししてまたた隠だんすついに不意なことでね実は発表したんですけどこれ知ってる人あんまりねいるよねテレビブロスでね岡村康樹さんと対談させていただいたんですけどその編集の方が久保峰肌もご担当されていてその流れで「ワンちゃんの話使ってもいいですか?」って言われたんで「はい」って言って。 はい発表になったんですけどあとだしあだしあんま話してこなかったんで私の日常のねでまあ可愛いいなんていうのはあれなんですけどちっちゃい頃からうちの千葉県としましょうかうちの千葉県はドッグトレーニングというものをやっております 今度ちょっとね私と友どもちょっとなんか大会みたいなものにちょっと出場するために今ちょっと鋭意練習中なんですけどそんなこともやって一緒に楽しくあの過ごしておりますそれはなんか千葉雄大出るんですよねそうせんあの先生がいるからドクトレインお名前出てしまうけど大丈夫ですかってやりたすぎて大丈夫ですそれはファンクラブのカメラとかついていていいんですか。 いいけどそんなホームビデオみたいなホームビデオです本当ですか密着だから犬犬さんも出ちゃうからそれが悩ましいんでずっと茶色のモザイクの塊でもいいかもですけどイラストでそういう編集が大変なんですよそういう問題あるもんなちょっとなんかなんか いろんな人の気持ちが分かって,て、はい、あの。まあ、ワンマン子育てみたいな瞬間とかっていうのは、やっぱあるわけじゃないですか。ワンオペってことですか。ワンオペ。まあ、いろんな局面があると思うんですけど。はいはい、そういう時って、まあ、大変なことはさ、なんとなくわかるけど。うん、あの、ワンちゃんを迎えてから、結構より分かって、うん、もちろん、なんかちっちゃい頃から、もう預け。先とかは、もう何個も。はいはい あの確保してるし、実家とかも、あのなれるようにこう行き来して、一緒にトレーニングみたいのして。今うちの子、千葉県は、うちの父がめちゃくちゃ大好きなんです。なんか友達みたいになってて、一番舐められていると言っても。優しいんですか。甘い、甘いんですね、きっとね。で、そういうのもやってるからなんだけど、仕事のやつ、スケジュールとかもさ、自分がどうこうとか言いますた。 こ,のこれなんか時間ずらせるんですけどどう,し、まあ、どうしますかみたいな聞いてもらった時にさ「<laughs> はい、この時間でもいいですか?」みたいな、うん、犬都合で、うん、ありましたよねこの2年間 2>、うん。ずっとありましたね。うん、な,んなんでそういやうんか別に何ですか別に何も思ってないですけど <laughs> <laughs> そういった感じで子育てをしてみんなにたくさんの方に助けてもらいながらねみんなに可愛がられてうちの子は生きてるんですけれども、うん、はい。 密着してくれるんだったらちょっとじゃあまあわかんないけどねはいちょっと成績によるかな <laughs>、うん、なるほどちょっとまあよければよ、ね、ければあの皆さんにリリースしたいと思いますちょっとじゃあ楽しみにしてください、はい、あの応援してくださいあとまあお仕事の話だとあの「あの夜で会えたら」はい、えこちらも生配信、はい、まあ舞台はい プラス今回は東京国際フォーラムでお客様にご覧いただきながらそれもやるという、はい、また新しいですよね。ねまたどうなることやらという感じですが、ね、でも前回もどうなることやらだったからさ、うん、もう結構バグってんのかわかんないけど、うん、なんかなんとかなるやろってなっちゃってるとこありますよねなんか <laughs> 楽しみな部分も多いですしね、うん、やってみないとわかんないことも多いですしねうん。うん まあこちらも楽しみにしていただけたら嬉しく思っております。はい、これなんかあれなんだよね、なんかいろいろ前からさ、このあの夜で会えたらを発表する前からあのラジオやってたりとかあの、はい、この役柄でなんかや、うん、みんなやってんだよな、な石井さんとかもそうだし。企画がね同時に走ってるんですよね、裏で、うん。そうそう、ちょっと私はまだあのそこに登場はしてないんですけれども、ぜひそこにも追っていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いいたします。 感じですかね今回はあとはねこの季節毎年なんですけど、はい、僕の高校の友人の田中くんから北海道に住んでるんですけど、はいはい、アスパラが届きまして 1kg <ー>まあ美味しいなんか10本この間素焼きにしたんですよ、うん、で塩オリーブオイルと塩とコショウかけて食べたんですけど、うん、もう へ10本多いかなって思ったんですよ生野菜時代は焼いたらもうとろトとろでもう <laughs> 10本なんてすぐでしたそうめん感覚でした <laughs> でもすごいでかいですよねアスパラでかいでかい結構そうだから、うん、火通るのなんかそう、うん、ちゃんと通るのかみたいな心配もあったんですけど、はい、もう全然芯もとろトとろで <laughs> 美味しくいただきました田中君ありがとうございます <laughs> まだ僕はスパラが、ね あまだあ、そうか美味しいアスパラを食べたらあでもそうかもしれないですね何かよく中学の時とか弁当高校かな弁当とかであのアスパラをベーコンで巻いて串刺したやつが弁当入っちゃってマッチでもうプチ切れてやろうかなと思ってましたあれを見た時はベーコンじゃカモフラージュできなかったそうなん何がお苦手なのかどの分野がな くないですかちょっとあの青臭いといとうか青臭さというかなんか葉っぱの草の感じというかまあ分からなくはないですかまあそれがうまいっていえばまあそれまでなんですけどちょっとこう悪のある感じっていうかはいはい、はいうん、それがまだそれがちょっとまだまだちょっと大人になりきってない、ね、なるほどですね大人になりたいという気持ちはあるんですかでも別にまあ別にかそのままでもいいよいな感じですよね <laughs> じゃ、ちょっと別になんか、えー、処方箋はお出しせずに、えー、ちょっと今日はこのまま。はいすま、以上、時事ニュースでした。続いてのコーナーはこちら。千葉に花言葉言わせてみれば。プレイメイトの皆さんのお悩みに僕がお答えし、最後に花言葉を添えちゃうコーナーです。ということで、届いております、えー。兵庫県プレイネーム、牧雄もかさなにさん、40代女性の方。千葉くん へこんでいるかっこへこむであろう私に花言葉をください明日は茶会でお手前をします初めての亭主亭主っていうんだ緊張して逃げ出してしまいそうですしかも茶室は奈良の世界遺産のお寺の茶室恐れ多すぎますでも千葉君がよく言っているように世界遺産でお茶を立てられる人生と立てられない人生立てられる人生の方がいいでしょうのマインドで自分を奮い立たせて頑張りますそれでも終わったら絶対へこんでいるだろうから元気になる花言葉が欲しいですよろしくお願いします ここんなこといなっっ <laughs> そんな人生の二択迫ってるタイプでしたっけ城ん <laughs> <laughs> まあなんか話だから <laughs> どっちを取るんだったら楽しいうがよくない <laughs> みたいなことかな。<laughs> 言ったと思いますえでもそうじゃない世界お茶ができるんだったら <laughs> <ん>これお,お茶がさよく分かんないからなんだけど失敗とかそのなんどういうことなんかある何があるんだろうね。いやでもやっぱ 手が震えてなんかあんじゃないですか。ちょっとこぼしちゃったりとか、こう回らなかったりとか。とか。うん。ま、何て言うの。あの三回回すんじゃなかったっけ。ちょっとなんかなんていうんですか。このボンミスみたいな所作のね間違い的なこととか。あのお湯をお客さんにピャってかね。跳ねちゃったりとかねするかもしれないですよね。うん。 まあででもね死にやしなない,、うん、いいいいかからんじゃないですか楽しんだらって思いますけどまあこれがこう間に合ってこのエールがちゃんと間に合っているのかどうか分かんないから、うん、ちょっとあれだけどねえまあどっちでも大丈夫ですよエコむことはないですよねあんまり緊張いつもねしないっておっしゃいますけど千葉さんは。でもこれも大舞台晴れ舞台って緊張したらどうするんですか 緊張しななないいいわけでではないじゃないですか、うん、<laughs> 見るからにあなたから <laughs> どうしてんのかなでもなんか不思議なんですけど、うん、出る前は緊張してんだけど、うん、出たらちょっともうなんかギア入っちゃってるってなるほど出るまでが緊張する、うん、そうね割と出たら大丈夫かも,、うん、も出るまでが嫌だね 出るまででは結構いいろろすよね僕はだからすっごい喋るなーって暇あるでしょ、はい、時と全然喋れんないなーって時があるんですよ <laughs> こういう時緊張する場面ではいはいはいそれもだからあながち全然喋んないから緊張しちゃうのかと思ったら全然そうじゃないみたいなね確かにこともあるから、うん、分かんないね分かんないですねでも昔は、うん、あの別に そう思えって言ってるわけじゃないんだけど、うん、俺は何か「俺が一番」って言って出てったことはあ、えー、ここあそう、うん、うん。それちょっとじゃあやってみてください。結構なんかでも「エッツに入っちゃうのほうがいいかもね。緊張してどうしようって思うよりはなんかもうちょっとなんか一個なんか宿して。 わてのお茶飲みたいんやろ <laughs> みたいななんかさそっちの方に行っちゃうっていうかがいいいと思いますそんなあなたに贈る花言葉はですね、えー、こちらですね「えベロニカ」の花言葉で「名誉人の良さ」。 ベロニカは現在300種類と多くさまざまな国に広く分布しており昔からいろいろな国で愛されてきた植物です世界中で愛されてきたという実績から名誉の花言葉が付けられたと言われていますまあだから世界遺産でお茶を建てられるっていうのは、まあ、名誉なことでもあると思うんですよかだって俺は建てられないからね世界遺産でとお茶もできないしっていうプラスあとこう悩んじゃうっていうのはなんかちゃんとよくしなきゃとか人からに迷惑をかけないようにしなきゃとか、うん、そういう人の良さがあると思うんですけど。 もちろんなんかね成功するのがまあい,いいのかもしれないけどまあ大丈夫死にはしないからなんかテーペロ精神で楽しんだらいいんじゃないかなと思います、えー、頑張ってください続きまして神奈川県プレイネームイエス・ウーマンさん30代女性の方こんにちはいつも楽しみにしています私の悩みは頼み事を断れないことです どんな頼み事も一つ一つはそこまで重たいものではないのでついその場ではできるだろうと思って引き受けちゃうんですそれに私自身人に何かを頼まれることに嫌な気持ちとかもないですむしろ頼ってもらえて嬉しいなぁとけどこの前案件が重なりすぎてキャパオーバーになり大きなミスをしてしまいました千葉君江本さんは「ちょっとこれは無理かも」と思ったらすぐに周りに言えるタイプですかまたそういう時の気持ちの整理とか優先順位のつけ方とかどうしてますか 案件によるけどね仕事とかだとまたちょっとこうね私の立場から言うのは難しいものもありますしただプライベートで頼み事をされた時はうーん割と大丈夫だったら引き受けるかもしれない。の友達の誕生日会があったんですけど、はい その日ちょっと時間に余裕があったからみんなまだ仕事してってじゃあなんか風船とかそういうのもしなんか,なんかこだわりとかなかったら俺のセンスできかったら買っとくよみたいなこと言ってそれやったりとかで結局飾り付けもまあ早く来た日とか一緒にやってやったりとかしたんですけど全然それは嫌じゃないしできる時はね ただいっぱいいっぱいの時はちょっとできないっては言うかもしれないまあ確かにそうですね、うん、ごめんねだけどってうん、うん、だからパワーだけ送っとくねっていうようにしてる <laughs> まあでもそれはそうじゃんどうしてますえー、これキャパオーバーでミスを犯してしまうと、うん、100%自分の責任でしかないで、うん、まあいうねー 自分でずっとボールを持たないというか、うん、なんかしかるべき人にこうパスしていくのが早ければ早い方がいいと思ってるので、うん、もちろん自分のこの持ち場というかねそこの仕事はきっちりやってすぐ人にパスしていくっていうのは結構思ってますかね。ススラムダンク見見ましたスラムダンク映画見てなないですけどなんかバスケのなんか <laughs> 脳内再生されちゃってるでもそうだよね、うん、確かにこう、うん、甘えるとかなんていうか弱みを見せるとかじゃなくて、うん、普通にパス回すのって、うん、ただパス回すっていうあの仕事を振るとかもそうだしそれって仕事の一部でもあるしね。結構だから損しちゃって だからもしかしたらその,その時は余裕があって引き受けたけど、うん、急に案件が重なりすぎて、うん、うわーってなっちゃって、うん、こうミスっていうこともあるしね、うんうん、そういう時は確かになかなか言いづらいなっていう気持ちもわかる、うん、なんか,か引き受けといてごめんだけどみたいな「ええー、もっと早く言ってくれたらまだできたのに」みたいな,なんかのもある、うんうん、だろうしね相手も。 優先順位か優先順位はちょっと難しい気持ちの整理としてはだからその前もってそのパスを回す精神とあとは何ね断るとかそういうことだと思うんだけど気持ちの整理的にはそうですね優先順位かもうなんか締め切りが早い順なのか,か関係値とかねそうですねなんか この人前助けてくれたからみたいなとこは俺は優先順位が上がるかもしれない確かに、うん、結局関係性じゃないなんか暇でもさちょっと面倒くさい案件 <laughs> その関係値が薄い人だったらちょっとごめんなさいみたいな時もまあ正直、うん、あるじゃないですか、うんうん、それはそうですよね、うん、大変だけどこの人に言われたらっていうのも,もそうだねそのパターンもあるもんね、うん、関係値だと思うかな、うん、優先順位は。 そんなあなあたにだってプレイネームもうノーも必要ではあるよ。断れないこと、うん、で嫌じゃないんだもんね,ねこの人にしんえー、お送りするのはライラックの花言葉で友情無邪気花言葉の友情はライラックの葉がハートの形をしていることに由来しています。 のの花言葉はフララランンスで白いいライラックを青春のシンボルととしていることに由来しますだからまあその友情というのかまあ友達関係に限らず仕事でお世話になった人とかそういう関係はすごく大事だと思うしあとこの大きなミスは、うん、確かに自分のセキュリティー山ちゃんが言った通りそういう現実的にはあると思うけどなんか案件によっては別にテヘベロ精神でいいと思うのなんか。 断る段階ってことでですか、うん、自分の中人に言うのはまあ言ってもいいかもしれないけどんかそんなにこう考えすぎても取り戻せないから終わったことはしょうがない、はい、次は同じミスしたらバカだけどっていうなんかだからそこで自分の心の中で今回は「ごめんテヘペロ」でスラッシュみたいな。 ふうに区切りつけて次行くのもまあ大事なななんじゃないかと確かに何かキャパオーバーになってるけど楽しそうな人とかいるじゃないですかもうなんか <laughs> もう無理もう無理みたいな、うん、もうキャパオーバーって言ってる人みたいなもう、うん、口に出して言ってる人みたいないいよ、ね、なんか <laughs>「大丈夫ですか?」って言った方がいいのか「うん、手伝いましょうか?」みたいな言った方がいいのかわかんないですけどなん,かなんとなくやれてんだろうなって。 思っちゃいますよねそういう人ってああやれてるっていうかなんか結局好きなんでしょっていう, <laughs> う忙しいって言いながらでもこれ終わったら落ち着くんですかって言ったらなんか入れちゃってさしてるじゃんなんかい,いますね、うん、そういう人そういう人は楽しんでるんだろうなって思う、うん、あと忙しいとかキャパオはこの人は違うけど、うん、そういうのがのなんかそのデトックスになってるんだよねあ 確かにうん、聞く方はちょっと辛い時もありますけどねじゃあうん、休んだらいいのに <laughs> まあほどほどに、はい、あの頑張ってください、はい、続きまして鹿児島県プレイネーム山南さん三十代女性の方千葉さん山本さんお疲れ様です私の悩みというか癖なのですが無意識に口をタコみたいに突き出してしまいます最近は暑い日も増えてきて マスクの規制も緩くなってきたので私も会社で自分のデスクにいるときは外していることも多いです特に仕事に集中していると口が突き出てしまい両領によく口出てるよと言われます今まではマスクをしていたので誰にもバレなかったのに別に誰に迷惑をかけているわけでもないとは思いつつ恥ずかしいのでやめたいです千葉さん山本さんの周りにも変な癖のある人っていますかどうしたらこの癖を直していけるでしょうかということなんですけれども、はい、え私この癖ありますはい ご存知ですか。やってますよね。考え事するときとかやってますよね。癖なんですよ。考え事するときに。うん。だから、不機嫌にも確かに取られたこともある。なんか。大丈夫ですか。なんか、別に不満とかじゃなくて、例えば、あの、お芝居で。あの、段取りっていう、じゃ、これからこうしていきましょう。で、スタンバイします。みたいになった時に。あ、これ、どうし、どうしようかな。うん。 みたいなこう一点を見つめてるプラスもあるかもしれないと思うんだけど監督とかから「大丈夫ですか?」<laughs> なんかやりづらいとかありますかみたいな考えてる時とかそうこの間は遠くからヘアメイクさんにプークスクスって笑われましたやってますね同じ癖ですね同じ癖 私,私はちょっと直そうとは思ってない <laughs> 迷惑かけてないから大丈夫 <laughs> 恥ずかしいか恥ずかしいっていう概念がちょっと欠如しつつあるのかな俺が恥ずかしいものこういうの見られたらあでもあ<ー>でも考え事しててっていう時と、うん、あごめんなさいっていう時はあるこれは恥ずかしいっていうよりはなんかな、はい、ああなんかあれですかね怒ってる失礼だったりとかうん なんかちょっと怒ってんのかなみたいな空気になった時とかうんそう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 クセクセでも自分でクセって分かんないですもんねまあそうですよねだから言われて気づく、うん、山本さんのクセかないねクセ <laughs> <laughs> なしクセなし人間ですか喋り方は結構落ち着いてるけどさ、はい、なんていうのか明るいですもんね明るい人ですよね <laughs> 飲み方とかもあ<ー>結構マインドが みんなで楽しもうよみたいなタイプじゃん,なんか <laughs> そういう時陽気が出ちゃうんですよね僕はな、うん、ないな <laughs> <laughs> いいことだしなそれは癖か口癖とかはねこのラジオでも多分なん,かととなんかって言っちゃうっていうのが癖とかさあと「なんとかだな」みたいな俺の変な語尾みたいなとかありましたけどね、うんうん いいいんじゃない俺だって今思いつく限りこんだけあるんだ,だからさ、うん、前向きに生きていこうだ俺と同じ癖をお持ちっていうことでご,ご容赦ください <laughs> そんなあなたに贈る花言葉うーんこれかなえニーレンベルギアの花言葉で「心が和む楽しい追憶清楚」。 花言葉の心が和む楽しい追憶は可愛らしい形をしたニーレンベルギアの花姿に由来してつけられたと言われています固まって咲いていると華やかですが一つ一つの大きさは2センチほどでそれほど大きくなく色も白や薄紫で主張しすぎないことから「清楚」の花言葉がついたと言われています清楚の由来はちょっとあの思い浮かばなかったんですけど、うんえー、なんかが さっっき言ったちょっと現場が「大丈夫ですか?」みたいな心配されちゃうとか怒ってるのかなと思われちゃうみたいなところはまああるとしてあの結構和むこと多いですよ何か「何それ?」みたいな「何してんの?」みたいな「えみたいなだからまあ和むがそうそうそう下打ちするとかじゃないからさいいと思うしそれがねだから誰かの思い出に残ってあの時あの人コを口してたな みたいななんか今ちょっとあの悲しい話になななんかかそういうことじゃなくてなんか思い出し笑いって俺あこれメモっとけばよかったないやちょっとパーソナリティとして今失格でしたわ話しといて思い出し笑いしたんですよこの間うわ思い出し笑いだと思って嬉しくってメモするの忘れちゃったんですけど思い出し笑いしたんですねだからそういうことにも通じるかもしれないじゃん。うん 本当に思い出し笑いをしたのが何か思い出せなかったってう話す<そ>う。<laughs> すみません <laughs> 続きまして最後岩手県プレイネームいいつも眠いさん30代女性の方やたら家に呼びたがる友達がいますお互いに家も遠いし普通に中間地点で会いたいですプロ並みに料理がうまいとかすごい豪邸とかなら分かるんですただ家に集めたがる人ってどういう気持ちなんでしょうか毎回断るのもしんどくて悩んでいますこれなんか結構圧を感じるんだけど <laughs> これ俺結構人んちくの好きでー、はい、うん あんまだからいな,いのやな,なんかこの「んまた家」みたいな思ったことない「<ー>え家でいいの?」みたいな<ー>ただなんか料理がうまい人とかは結構家に呼んでくれることは多くってかる舞ってくれたりとかそれこそヒャダインさんとか家でよく行くしう,うちにも来るしあと別になんか「Uber」でよくないみたいなあ家で集まって家で集まってっていう時もあるから<ー>うーん別にその人がうまかろうが豪邸じゃなかろうが 嬉しいけど、ね、ちょっと遠かったらどうしますえー、関係値によりますね例えばなんかタクシーでまあ、うん、30分ぐらい2三3 0分ぐらいの距離、うん、あタクシーで2三3 0分は全然行きます全然行きますうん45分以上はちょっと考えますいやだいぶ遠いた、うん、あと乗り換えめっちゃ多いとかあー確かに、うん、あと最寄り駅から20分ぐらいではい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  家めっっちゃ好きな人っていませんんっああもうなんか「家好きなんだなこの人」みたいな、うん、引っ越し立てとかで、うん、ああじゃあどっか飲み行こうやってた時に「うち、ん、ならいいよ」みたいに言う人ってことかあ全然いいけど、うん、外で飲みに行きたい時も気分の時もあるじゃないですかそういう時は怠慢だなって思います <laughs> なこいつ家好きだなみた。いな、うん、なんか ソファー変えたとかで一時写真送ってきて「また宅飲みしようよ」みたいな、えー。とか「うん、お前家大好きだな」みたいな人はいますけどね。確かにね。うん、それだとちょっと嫌かもあの俺はね。うんうん、あ見に行くよそりゃ変えたらね。あそうなんだ。<laughs> どれどれみたいな行くけど <laughs>、はい、毎回家の人とかはちょっとさすがに外行かないみたいな。うんうんうん それでも家がいいって言うんだったらじゃあその人はお家でどうぞって感じだし、うんうん、まあ仲良くても多少気遣いますしね、うん、家へお邪魔するのもそうねうんあとだからうんか先輩とかさ、うん、その仕事の人とかだったらなんか手土産の一つでも持っていこうかなというのもありますしねうん、うん、ま僕結構持ってきますけどね毎回何かしら。まあも 出かないこともなくなってきましたね。大人になってくると。やださんぐらいかも持っていかないの。あもうラフな感じで。うん。その関係はねいいですけどね。だってインスタにうまそうな料理載せてるとこれ食べたいっていうまだありますかっていうと今日の夜までならあります。じゃあ行きますみたいな。いいな。ちょっと出してくれます。ええ。まあ。 うん、だからこの人でもいつも眠いさんだから、うん、この人も行くのだるいこの人の地だったらいいのかなそういうことでもないのかただ家に集めたがる人って結構トゲがあるからさなんかいいのかな本当に、うん、ただ家に集めたがる人、うん このさ中間地点ってすすごいわかかるんですよなんでよな僕飲んで2回目ぐらいとか初めて飲む人って中間地点とか選びがちなんですね。と<ー>から聞きますこれあの中間地点がいいと思ううちここに住んでて、うん、あのど中間地点がいいんですけど、うん、どこが行きやすいですか、うん、とかって聞く。へ僕全然行くな知らない街だったら知らないほど結構行きたいですね。ああ えなんかいいとこありますかみたいな確かにね、うん、そういう面白さもありますよ、ねうん、だから面白がれたらいいよな、うん、まあ中間地点もね全然あれですけど、うん、せっかくだったら行ってみたいなと思っちゃいますけどねでもこの人家も遠いっしって言ってるから俺のその隠しで45分圏内なるのかもしれない、ね、か確かに、ね、まあそ,遠いな遠いそういう時は行ったり来たりします、はい、こっちのテリトリーとその遠い家が遠いと俺もいるんだけど、はい、遠い友達とじゃあこの間は例えばどっかで飲んだから今度はこっちにしようとか。うん このそういう感じでやってますけど,どまあじゃあそんなあなたに送る花言葉は、うん、ちょっと待ってくださいねあはいえ「都忘れの花言葉でしばしの慰めまた会う日まで」<laughs> ちょっと違うかな。<laughs> 花言葉のしばし慰め「しばしめししばの慰めまた会う日までは鎌倉時代に上級の乱で敗北し佐渡へ流された純徳天皇が都忘れの花を見て都を懐かしんでくれたことに由来してつけられたと言われています。<coughs> あのまず1 <laughs> <laughs> <あ>の<ー笑>順番が難しいですけどまあちょっと私が今思ったことは、はい、えこれね。あの この上級の欄これがちょっと私ちょっとなんて読むかどう忘れしちゃったなと思ったら括弧で上級の欄って書いてくれてて本当にありがとうって思いましたできるスタッフがいやいや本当にありがとうございます <laughs>、えー、だから、えー、そんなにでここまでして会いたくないっていうことなんだったら別に会わなくてもいいと思うしまたじゃあ,あの中間地点で会える日に会おうみたいな感じにすればいいし、はい そこまでしてでも会いたい人とか例えばあっちが悩んでて家まで行くよっていう時もあると思うのだからそういう時に行ってあげられたらいいと思うし、うん、慰めにとか、うん、そういうぐらいの距離感でもいいんじゃないですか、ね、あとどうですかあそうですね多分、うん、このいつも眠いさんはきっとそうなんですよねだから、うん、そう、うん、で俺はまあ距離次第あと状況によっては 行く山ちゃんはどこでも行く,どこ行くはい、いろんな人がいます以上かなはいそんなこんなで、えー、悩めるプレイメイトの皆さんお悩みは解決できたでしょうかぜひ千葉ユダに解決してほしい花言葉を授けてほしいというお悩みをお持ちの方はどしどし送ってくださいねお待ちしております以上千葉葉に花言葉言わせてみればでした次はこちらのコーナーババババーチーのバチバチバチチの こちらは皆さんからの普通歌をご紹介するコーナーですということで届いております千葉県プレイネームあゆみんさん三十代女性の方千葉くんこんにちはこんにちは、えー、私は第一回からこのラジオプレイを楽しく欠かさず聞いてきたのですが 先ほど今回の配信で「今週の1枚」という千葉くんのお写真が載っているコーナーがあることに気づきましたなんて素敵なお写真の数々千葉くんスタッフさん今まで見てなくてごめんなさいこれからはちゃんとホームページの隅々までチェックするようにしますこの謝罪投稿をすることで私のようにチェックしなかったプレイメットがホームページをしっかりチェックすることになっていますもしホームページの各コーナーに関連する裏話があれば教えてくださいということで、えー、この「今週の1枚」っていうのはのラジオページから あのご覧いただくことができて、まあはい、お写真と、まあ、イラストみたいなのをこ載せておりますのでぜひ見てください。あとうん前もちょっと言った気がするんですけどあのこのホームページでファンクラブ会員の方だけが見れるページには、はい、あの私の,あの友達というかこの位置づけ千葉太郎っていうキャラクターがいるじゃないですか隠れ千葉太郎っていうのがおりまして。 そこを見つけてクリックしていただくと私がエンディングでやっているスゴロクあるじゃないですかそのスゴロクのマップがダウンロードできるそうです <laughs> これなるほどダウンロードしてる人とかいるかなきますそういう投稿ししました。家でスゴロクやってんだ<ー>結構頑張ってんねみんな 頑張ってますね。俺たちだって結構辛い時ある。俺たちって俺だよ、あんたやつこれに関しては、ね。はい、えなんか胸キュンセリフとかさ、リコーダーとかだと用意しなきゃかるね。あ、そうですね。ね、いやガチ勢ですねこれは。ガチ勢ですね。スゴロクやってる人はガチ勢として認定します。うん、いやそんなことないけど。ねぜひあのこだわって作っていただいてるんで、僕も大好きなページになのてぜひ見てください。よろしくお願いします。 続きまして大阪府プレイネーム旅するフロプシーさん40代女性の方、えー、千葉さん岩本ちゃんこんにちは私は今ゴールデンウィークの休暇で LA に来ています、うん、ハリウッドサウンインが設置されてから100周年らしいので裏側が見えるところまで登ってきました黄色い花がたくさん咲いていて長時間歩くのも苦ではなかったですカリフォルニアはずっとお天気がいいからみんなフレンドリーなマインドになるのでしょうか 千葉平田のお二人が町の洋オーラに消化不良を起こしたのも無理はないなと思いましたが寂しい一人旅には優しくてちょうどいい感じです現場からは以上ですええ一人旅なんだハリウッドサインってあれですよねあの「でッでデ,デンででテテテン」みたいなイメージああれですよねハリウッドって山の上に、ね、山の上にえ、ね、え<ー>登れるんですね ああでもケミオくんのなんかで見たかもしれない、うん、登れるけど<ー>結構な登山だった気がするへえ<ー>、うん、黄色い花咲いてるんだ行ってみたいなあのー、ヒャダインさんと、うんあのー、クオミニヒャダの旅、はい、千葉ヒャダ旅で LA 行ったことあるんですけど<ー>楽しかったんですよ、うん、楽しかったんですけど、うん、本当にあんま会わなくて街一く 違う結構ビーチとかつらかった俺あビー,ビーチ、確かビーチ2人でビーチのだからちょっとようってことですよねそうねようもそうだけどちょっと怖かったかイケイケのラップバトルみたいなしてる人もいる <laughs> んかこうサークル作って<ー>でそこの外れにいた人からなんかすごい差別用語はかれたりとか。<laughs> <laughs> <laughs> そんな感じだった <laughs> <ー>でもまあ食べ物も美味しいしあのもちろん優しい人も多いし、うん、気持ちいいんですけどちょっとね確かにこのヨウのオーラにやられた部分分ありましたど,、うん、どこがでもバリ島とかはもうヨウのイメージじゃないですか、うん、めちゃくちゃ楽しかったんだよ、うん、なんだろうアジア好きなのかな <laughs> ラップバトル確かに怖いっすねいやラップに偏見あるとかかじゃなないんんですけど、うんなんか ここでみたいな車通るよねみたいなとか <laughs>、うん、歩いてる人いるよね、うん、すごかったようだった、ね、<で>スーパーめちゃくちゃ楽しかったな行ったことありますロサンゼルスないですないですあ,あ,あなた行けそうだねええー、どうなのまた、あ、行けるよ楽しいまあねちょっと楽しいそうそうどこ行っても楽しいし俺もあれなんだけど愛そうそんなことない <laughs> なんか知らない人とかとも飲めそうどこが良かったですかじゃあ <ん>どこが良かったですか過去うんああ僕ほとんど仕事で行ってるんですよ、うん、だから仕事以外はもうバリ島しかないんですよ友達と行ったのってバリ島はめちゃちゃ一番楽しかったし、うん、仕事だったらうんまあエジプトはまあ楽しかったですし街街、ね、ですよね街えっああ街街その 仕事内容とか,か歴史とかじゃなくてな<か> <laughs> ピラミッド入れたとかじゃなくて,なくて街で飲でご飯食べたりしててってことああカンヌへえ<ー>カンヌめっちゃ楽しかったですか観光観光、うん、まあ良さそうっすもんね綺麗そうだもんなムール貝とか美味しかったしああなるほど、うん、白ワイン死ぬほど飲んだし、うんうん、あとなんか コートダジュールをずっと歩いていけるんですけど、はい、まあそれは別にカヌー以外でもいけると思うけど、はい、その感じはすごい気持ちよかったですしあ,<ー>あとはそうねに、うん、アメリカだったらニューヨークも同時期に行ってたけど、はい、ニューヨーク楽しかったですね海外とかどうですか海外ですかでもマジ全部楽しかったですけどね結構行ってる4 国ぐらい仕事も結構ありますけどああなたの仕事の楽しかったエピソード知ってんだけど俺んですかあれスイスじゃなかったっけスイス楽しかったそうですよねスイスすげえ楽しかっただって岩本さん以外からも岩本さん楽しそうだったっていう話聞いたもああ一緒にいたメイクスさんですかなはいめちゃめちゃ楽しかったですねスイスケーキ買って帰ってきたんでしょホテルにそれはだからあのロケの空き時間があって街で行った時にケーキ ケーキ美味しそうみたいな僕じゃなないですよ当時のの方がねっあだから買って戻って部屋持ってきますねってその人にはお伝えしたんですけどメイクさんは知らなくてそこ二人いる時に僕がケーキ買ってきましたって持ってったから「ケーキ買って持ってきましたよね夜」みたいな「こいつハッピー野郎だな」みたいなそういうあれなんですけど。いやハッピー野郎っていうか優しいと思いますけど。 ちょっとされた記憶ないし。すね<違う> <laughs> なんか千葉さんが言っててああそういえばこれ千葉さんが言ってたからありましたっけなんかえいいのそんなとこも行ってなくないですかだって海外行ってないじゃないですか確かに海外行ってないね、うん、え行ったよね台湾行かなかったっけ台湾僕行ってないですもん誰行ったんだっけああせ <laughs> 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 や偉 <laughs> い人がいた偉、ね、い人がいてくださったんだねいてくださったんだねいてくださったありがとうございます 会話も良かった。でも街楽しかった。あ、そうなんですね。うん、確か街楽しそうだった。なんか<れ>いろんなね。うん、観光じゃないですけど、お土産だったりとか。そう,そうそう、買い物とかも楽しいし、ご飯も美味しいしみたいな。ご飯も美味しい。い人が優しかったし、うん、行きたいですね。海外。良かったですね。でも楽しそうでありがとうございました。えー、こちらが最後ですね。 えー、愛知県プレイネームおでんわみそはさん40代女性の方千葉さん山本さんこんばんは千葉さんは最近いつどなたとプリクラを撮られましたか私は先日子供に誘われプリクラを体験しました子供は初めて私は25年ぶりのことで二人でドキドキしながらのれんをくぐりますのれんっていうのかなあれ <laughs> 今の機会はすごいですねポーズの指示があったり目頭切開や涙袋鼻筋高めのデカめなど細かい加工ができたり 印刷物だけでなくデータを宮田に送ってくれたり子供は勉強友達お仕事でお仕事っていうのかこれ押すあの、うん、押す押しの方です、ねうん、押し、ええ、で忙しく、えー、なかなか一緒に行動できなくなっていたので2人でああだこうだとめっちゃ笑って過ごせとてもいい時間となりました通信ちばみをよく見ていたおかげでギャルポーズをなんなく決めることができましたありがとうございましたこちらこそありがとうございます <laughs> いつどなた <laughs> どう,どうですか<え>そんなどれぐらいさかのぼりますかいやだくもう記憶にないよね <laughs> マジで撮ってないあえっと、うん、ファンイベントのやつで温泉宿みたいな時結構前あ,あったじゃないですかめちゃくちゃ前めちゃくちゃ前あの時に温泉のとこにあって、うん、それでなんか撮った気がする スタッフのチーム千葉とあの岩石巻に UR の撮影で行った時飯食べて、うん、ゲームセンターみたいなとこ行ってませんでした、うんうん、それだそれだわそれっすよねうんそれでした千葉さんとメイクさんとされてたんで「うんうん、僕風呂行ってきます」っつってそうそう行かねえのかと思ったけど <laughs> しかもめちゃくちゃ。ね、そう、めちゃくちゃゲームしちゃって。<ー>ちっちゃいひよこの人形がブラーって取れて、それもらったでしょだってう。マジで。あのう、嬉しかった。マジ。いいそれが最後です。ええー、す。いや、もさ、なんか。いらんのよな、そんなに、あのなんか。加工。いや、ほしてほしいとかももちろんあるんですけど。うん 誰みたいになるめちゃくちゃ変わってるけど全然バレないナチュラルな加工って <laughs> そういうのはまだ出てないのかな <laughs> プリクラとか撮るどうですかじゃあ最後最後ですかったのこれで大学の卒業式お<え>みんなで、ね、行ったのリア充ジュたどきとかじゃないかないいな、ね、あのスーツ着てみんなスーツ着て10年前ぐらい。 そういう時何俺たちずっともみたいになっちゃった別にその文言文言はそれじゃなくてもさ <laughs> まあでもまあそんな感じでしたけどねきっとね本当ゲーセン行ってみたいな残ってますそのプリクラえーあるのかなえ今度さプリクラ見せやっしない俺めちゃくちゃ大学生の頃のとかとも全部残ってるマジっすかそうなんかあのー 海外紙幣とプリクラを一緒に入れてる箱があって。海外紙幣が入ってるから、そのプリクラは現物。毎回引っ越しのために更新する。データの時代でしたもん。え、大学時代。現物もありつつじゃなかった。だってそんな大差ないぜ。でも、もう多分ないっすね。現物もないかも。あ、そう、そうなんだ。データ、前の前の携帯ぐらい残ってるかなって感じですよね。なるほどね。 今日、三役できないけ <laughs> なんかプリチョーみたいのあったよね。こう喋りすぎ。プリチョーありましたね。あったよね。いや、ちょっと懐かしさに、あの、人ってしまいました。以上、バーチンのバチバチバチコでした。今回もたくさんの投稿ありがとうございました。ここからは千葉雄大のラジオプレイ各コーナーへのお便りの送り方をご説明します。 千葉雄大オフィシャルファンクラブサイトのラジオページやファンクラブの公式ツイッターから各コーナーの投稿フォームにアクセスすることができます公式ツイッターアカウント名は CHIBAYUDA&BIOC CHIBAYUDA&BIOC ですまたハガキでの投稿もお待ちしていますハガキの送り方の詳細も同じくファンクラブサイトのラジオページや公式ツイッターをご確認ください、えー、投稿が採用された方の中からさらに抽選で千葉ラジオ,オリジナルステッカーをプレゼントしておりますぜひ送ってください ということで最後になりました。最後はこちら。千葉太郎電鉄。こちらは毎回最後にやる締めのすごろくコーナーです。前回は、えー、これな、あ、あれだ。なに、何が入ってるか当てる、当て,てるやつで終わったんですけど。あ<笑><笑> 言った方がいいラジオだもん、ね、<laughs> 今あのすごろくのコマにサイコロを置いて <laughs> あれ何振るんだっけと思ったらこれ,これを置かなきゃいけないかか1回映っ,、ね、ってました、はい、ーー行きますう12345うわっおギャグチャレンジだってサイコロを振って「<laughs> 出た目の数だけ親父ギャグを披露してください <laughs> 最悪最悪 <laughs> はい。<laughs> あ、二<に>。あ、よくかったですね。少ない。布団が吹っ飛んだ、えー、みたいなことをね、二つやっていただけたらね。オリジナルということですか。はい。お、マジ？ あれ、やべえ、この、あの、お酒、あの、まつげ入ってんじゃん、まつげ。鼻毛はなげ。はい、ありがとうございます。以上です。しっとりと終わりましたけれど。<laughs> <laughs> <laughs> うかね、温かい目で、うん、本当にさ俺を追い込むの好きだよねブーストの外だって何も言ってなかったね今 <laughs> これについてはちょっとあのアフタートークで話したいと思います <laughs> アフタートークもねあの,あの公式サイトから見飛べるんで、はい、是非探してくださいよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょうドローンします